さあということでね、ここからがフロストパンク2本編ということになりますよ。キャプテンは死にました。彼が衰弱するにつれ、なんだ、憂いかが増え、町の維持機能は停止してしまいました。今ニューロンドンはその代償に苦しんでいます。執政官スチュワードであるあなたには町を導く責任があります。がまずはじめにその資格があることを市民に証明しなくてはなりません。町は人口過密で資源が不足しています。比較的暖かい今年のうちに住まいを増やし、石炭を確保し、ジェネレーターを再稼働させましょうということで、まあだからここで前回の、フロストバンク1の町に戻ってきたという感じですかね。でフロストブレイク等々して採取地区を作ろうねという話ですかね。はい、あーなるほどなるほど。あーすごいすごいすごい、いっぱいあるいっぱいいっぱいあるよ。ただまずは、あこれだ、浅い石炭層この辺ね、この饅頭が3つ積まれてるみたいな、饅頭が3つ積まれてるみたいなマークの一番近いのが、あそれっぽいな、それが一番近いっぽいんで、まあだからまずはここにフロストブレイクしていこうという感じかな。じゃあフロストブレイクをしていきましょうか。 OK、 これでフロストブレイクで、食料はあマイナスなのか、あでもあれか、集積場にまああるから一応なんとか今のところはなってる。で家が足りないのか、家が足りないんだ、は家が足りない、日用品とかもなんか言ってんじゃねえぞまあ、じゃあ一旦居住区とかを作んなきゃいけないのか。どこにしよう、居住区、居住区どこにしよう。でもなんかこの辺に木がいっぱいあったから、まあこう建てていくのが多分一番いいんだろうけど、本当はね、ジェネレーターの多分近所にこうキューって建てていくのが多分一番丸いとは思うんだけど、まあ一旦この辺にじゃあこの一列建てとこう。でこれで足りないよね多分ね、さっきの感じで言うとプラス20だもんね。3は建てなきゃいけないのか。まあでもあれか、居住区の近くという意味でこの辺を、この辺と、あこの辺もいけんだこれ。すごい、このすっごいとこに建ててすっごいとこに建ててますけれども、一旦これで大丈夫かな。じゃあこのフロストブレイクを進めてもらうか。あで本当はね、この食料地区とかも多分建てた方がいいんだろうな、きっとな。採取地区はまた後で、工業とかも、このこれはどこに建てんのこれ、これどこに建てんのこれ、あなんかあれかな、出来上がったところに建てんのかな、きっと。じゃあ一旦フロストブレイクしていただいて、でフロストブレイクしていただいたらそこに、はい終わりました、フロストブレイクしていただきましたので、採取地区を置かせていただきます。 OK、 採取地区置かせていただきまして、あーであーこっちもあんのか。まあ一旦じゃあフロストブレイクをこの内側にしてもらうのがいいかな。あーでもここになんか、あ森か、あここ無限だぞ、なんかここの凍結した森無限なんだけど、ちょっと待って、ここ行こうぜ、ここ当たり前だろ、こんな無限のところは行くに決まってんだろ。ここもあれか、資源無限、あでもこの辺はフロストブレイクしなくてもいける。でまああれか、浅い石炭層の方、まあこっち側にどん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 フロストブレイクしていくのがいいのかな。あでここにあれがある、なんだ、旧中継基地がある。一旦そのまあまあ落ち着いてくださいよって感じ、一旦まあまあ落ち着いてこっち側に伸ばしておくのがいいのかな。評議会、評議会建てれたよ。研究所どこに建てるの、ちなみにこれどこに建てれるの、研究所建てさせて。なんだこれ、物流地区、あーあれか、遠征隊ね。で工業地区ね、あー工業地区もだから一応作った方がいいのか、作った方がよくはあるのね。まあじゃあこの辺かな、土地空いてるところにちょっと建てさせていただきましょうか、これ。あーなるほどね、工業地区の近くだと疫病とかが発生する可能性あるよーんって言われちゃった。なるほどね。あーこのじゃあ暴風、この辺にじゃあ一旦置いとく、じゃあこの辺に置いといて、評議会を建築してもろて、あーで家ができた、家できたねこれ。はい、第1回評議会、評議会が始まり不安が広まっています。キャプテンは長年にわたって強固な陣営運営を行ってきましたが、その彼はもういないのです。今町の共同体は発言の場を欲しています。フェイスキーパーズは唯一の組織だった派閥で、全てのことに強い主張を持っています。この派閥はかつてのキャプテンが語ったとされる、なんて読むのなんちゃらなる社会は進歩、平等、そして伝統を基礎とするという信念に身も心も捧げています。ニューロンドナーズとフロストランダーズは生存戦略についての意見で衝突しています。どちらも経済的、社会的問題について強い意見があるわけではないのですが、それからニューロンドンの歴史における役割を踏まえて、フェイスキーパーズを軽蔑と見てみるものも現れてきましたが、目立たないようにしているようです今のところは。はあなるほどね。石炭危機の対処の結果により、最初の決断は執政官の職務を継続するかどうかになった。おおすごい、
評議会、いつか評議会に戻ってきたらその時は新たな法案を出して投票を行うことができる。だが今は特別な投票が必要だ。あなたはリーダーとしてニューロンドンに複数ある共同体の承認を得なければならない。失敗したらあなたの主導的地位は終わりを迎える。なるほどね。はい、頑張りましょう。交渉数が躊躇。じゃあ交渉、支持投票の方がいいのかな。あーなるほどね。はい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 。あ、少量の建材が主要地区で生産される。日用品の生産効率増加。あー、まあじゃあこっちかな。はい、承認で交渉。こいつフロストランダーズ、はい、フロストランダーズの支持投票お願いを、なんだ、どれがいいんだろう。あ、この遠征時間わずかに減少ありじゃない。これでいいんじゃない。これで投票ってすると、イエーイ、支持された。法案が可決された。そんなこともしなきゃいけないのね我々は。マシオの熱がどんどん失われている。死生観ならなんとかできるのか。なんとかします。なんとかしてる最中、この辺で今頑張ってね。お、すごい、なんか、電車じゃね、電車走ってね、おい、おい、電車走ってね、すごい、なんか技術力向上がすごい。あ、でこれでジェネレーターが、おい、ジェネレーターをどうやって稼働させるんだ。ちょっと待って、ジェネレーターの稼働のさせ方を教えてくれ。どうしたら稼働できる。あ、押せた押せた。ジェネレーターオン。 OK、 お見事です、執政官殿。新たな石炭鉱床を確保しました。これはニューロンドン最後の鉱脈の一部です。まだいくつか鉱脈はありますが、長続きはしないでしょう。採掘を効率化させるために改良が必要ですが、その方法については町の各共同体で意見が割れています。そのアイデアを実現に向けて進めるか決めなければなりません。はい、わかりました。はい、何でしょう。あ、子供が生まれました。ジェネレーターの復活と全く同じタイミングで女の子を授かったという夫婦がいます。名前はリリー・メイだそうです。本べきかな。はい、何でしょう。ジェネレーターが再び稼働した。おお、我らに与え、我らにを支えし、聖なるジェネレーター、我らの光、我らの心、我らの輝く道しるべ、我らの祈りを聞き届けたまえ、我らは主の光の調べ、主の光で心を満たし、大寒波と戦い続ける。我らの行く道を永遠に温めたまえ。はい、フェイスキーパーズに敬愛されている。で、資材をそろそろ取りに行かないとダメですね、これ。はい、研究所が建設されました。ちょっとした群衆が新たな研究所の外に集まり、最後の石炭鉱脈をどう採掘するか議論しています。フェイスキーパーズとニューロンドナーズは機械による採掘を重視するように言っていますが、フロストランナーズは簡素的な方法で進めるべきだと言っています。キャプテンがいたらこんな争いはしなかったでしょう。どの派閥に信頼をするか決めなければなりません。なるほどね。で、アイデアツリーと、はい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 、あ、すいません、熱印が必要なんでちょっと待ってくださいね。で、これでここ行けますよ。炭鉱研究アイデア50必要で、ダスト炭鉱、爆破型炭鉱、爆破型炭鉱。あー、なるほどね。300で、あ、劣化度が増加、あ、資材の需要が多いよ。まあ、まあこっちだろうな、こっちでしょう、さすがに。はい、なんでしょう。遠征支援が効力を失ってフロストランダーズが奮撃しています。この法律に実効性を持たせるという誓いをあなたが忘れたのではないかと彼らは疑っています。あらららららら、すいません、遠征支援、あれ、俺遠征支援可決しなかったっけ。あ、そろそろ研究が終わりますね。研究が終わった、はい、爆破型炭鉱が作れるようになったのかな。はい、そういうことですね。爆破型炭鉱にできるの？あ、できるね。オッケー。お、寒くなんじゃね？てか、おい、おい、てか寒くなるんじゃね？どんどん寒くなってくね、これ。どんどん寒くなってくよ。